はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、テンセット、BAT、GMT、リンク、ソラナ、今日7通貨見ていきたいと思います。今日が2022年の6月の21日火曜日、今が19時43分を回ったところです。今日の仮想通貨市場全面的に反発してきてます。昨日に引き続きですね、今株式市場とやっぱりね連動して動いていて、株式市場もかなり堅調な推移になっています。今週の注目ポイント、明日明後日とまた重要なですね、経済のイベントありますので そこでの注目ポイントをしっかり見ていきたいと思うのと、あとビットコインですね、今重要なポイントを抜けていきました。この勢いが続くかどうか、アメリカのナスダックのですね指数とかも一緒に見ながら今後の先行き見ていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向を見ていた後にですね、相場分析、テクニカル分析で初心者の方にも分かりやすい解説をしているチャンネルになっております。毎日見ていただければテクニカル分析の基礎、このあたりはですね身についてくると思いますので、テクニカル学びたい方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それから1点だけお知らせで、僕が運営しているトレードスクールグローウェイズなんですけど、木曜日から6月度の新規入会者様のですね募集を開始したいと思っております。まあグローウェイズどんなことやってるかっていうのは明日明後日のですね動画でまた言っていきたいと思いますので、ぜひチェックいただければと思います。それでは今日の仮想通貨市場のところから見ていきましょう。はい、今日の仮想通貨市場こんな感じで全面的に緑色ですね。連日ということでビットコインも、なんとかまあ287万まで上がってきて、今日も 4% 弱上がってますね。で今日注目したいのはやっぱソラナだったりとか、あとはですねテンセット、そして BAT、 このあたりがめちゃめちゃ上がってますね。はい、このあたりしっかりね見ていきたいと思います。今日、仮想通貨市場がこんな感じになったということは皆さんもお分かりかと思いますが、株式市場もですね全面的に反発しています。まず世界の株価見ていくと、今日の日経平均に関しては 1.8% 上昇ということで、すごい上昇となりました。これに関してはですね、日経新聞さんの方を見ていくと、前日の欧州の株式市場、まあアメリカの株式市場は昨日お休みでしたので、欧州の、まあ、主要国の指数がですね上昇したことが支えになったということが言われています。それから今日ですね、アメリカの株価指数先物、これがですねめちゃめちゃ堅調に推移してるんですね。もうこれに引きつられたと言っても過言じゃないかなと思います。まず世界の動向を見ていくとこんな感じ、今の欧州市場に関しても 1% くらいですね全面的に上げています。アメリカの株式市場の先物をですね見ていくと、 CME のダウの先物、ナスダックの先物、なんとね 2% くらい上昇しているものもあります。まあ先週いろんなイベントをですね通過した安心感というところもあるのかなと思います。で今週のですね経済指標発表、重要なところは、明日ですねアメリカのパウエル FRB 議長がですね議会証言があります。これが22時半ですね。で23日木曜日に関しても議会証言があるんですけども、まあこのあたりが、注目されてくると。でアメリカに関してはインフレを抑えるためにもう異次元のですね金融引き締めをやってきているというふうな状況なんですけども、それに伴って経済が鈍化していくかどうか、まあそのあたりがねこうパウエルさんに質問が投げかけられてくるんじゃないかっていうことが今のところ言われています。はい、FX 財産のですね、ところを見ていくと、明日からまあパウエル議長のですね議会証言があるわけですけれども、本日このクリーブランド連銀総裁、それとリッチモンド連銀総裁、 FRB 高官ですけれども、まあ、この方たちの講演がですね今日行われるということなんですね。で注目なのはこの方たち景気後退に否定的な意見を持っているということですね。まあ、バイデン大統領もアメリカの景気後退はもう避けられないということを昨日述べたということなんですね。でもちろんバイデンさんは次のですね大統領選挙、これもね視野に入れているわけなんですけども、次がですね2024年らしいですね。なのでこの2024年までにはちゃんとインフレも落ち着けて景気もちゃんと安定させておかないと、まあ再選がですね見込まれないという状況なので、 FRB のパウエルさん頼むよと、まあそういう関係性になっているということで、パウエルさんも相当ですねいろいろ悩んでいるんじゃないかなと思います。実際先週あったパウエルさんの発言でも、景気後退を招く可能性を実質的にまあ認めたと FOMC の後のですね発言の中であったんですけれども、まあ、引き続きその景気後退招くのかどうなのかっていう、まあ、質問、議会証言の中で、まあ、行われていくんじゃないかってことが予想されています。さっき出てきたあのクリーブランド連銀総裁、まあ、あのリセッション、景気後退は予想していないっていうふうに述べているものの、利上げの遅れがアメリカの経済にですねダメージを与えたっていうのはもう間違いないと、なのでリセッションに陥るリスクも今ね高まりつつあるというふうに述べたということですね。一方リッチモンド連銀総裁も、インフレとの戦いは必ずしも景気後退を招かないと、まあ結構強気な発言をするんじゃないかということが
言われていますので、まあ、本日そういった発言につながればアメリカの株式市場またね、上昇して、まあ、ビットコインなんかもですね上昇してくる可能性はあるんじゃないかと、まあ、少しね今、状況としては強気傾向にあるんじゃないかなというふうに見ております。はい、じゃあここから仮想通貨関連のニュースですね、まずはコインデスクのニュースですが、まずはコインテレグラフのニュースですけども、記録的なステーブルコイン市場のシェアが今まあめっちゃ上がっているわけですね。これが仮想通貨の上昇につながるってことを JP モルガンが言ったということが言われています。これちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、今ですねテザーの時価総額比率、いわゆるドミナンスがですね上がっているんですね。でその中で仮想通貨市場の価格は軒並みね暴落しているという状況があるので、ステーブルコインでこうビットコインをね買えるような環境が整っていると。なので今後仮想通貨価格の上昇を指し示すかもしれないということを言っているんですね。確かに、時価総額比率を見ていくとこれがですねそうなんですけど、これビットコインですね、青が。でこの辺りが、イーサリアムだったりとかバイナンスコインだったりするんですけれども、まあ、大きな通貨に関しては軒並みですね ドミナンスが下がっているわけですね。まあ、市場全体的にもうものすごいですね売り圧に見舞われましたので、全体的に時価総額が下がっているわけなんですが、一方でですねテザーだったりとか USDC、 この辺りのドミナンスが上がってるんですね。まあ、この辺のことを言っているんだと思います。なので今後ですね買い圧が強まってくる可能性があるんじゃないかっていうことを言っているんですね。でこういったところを見るときに、このビットコインのですねステーブルコインサプライレシオということで、まあビットコインのですね時価総額と、ステーブルコインの時価総額、これをね比率で表したものなんですけども、これ過去のですねデータを見ていくと、このオレンジ色のバーがですね SSR の指標なんですが、この上と下がですねボリンジャーバンドの2シグマっていう指標を、まあ、表示させてるんですね。で過去見ていくと、この SSR がこの2シグマ下限値のところですね、この下限バンドにタッチしたところから上昇していくと、それに伴って価格も上がっていく。でまたここもですね下タッチしたところから上に上がっていく際にですね価格が上がっていく、そういう風な見方をしているんですが、もう過去ずっと直近ですねずっと低いところを、まあ、推移しているわけですね。で過去だったら下限タッチの次にですね上昇していくっていう風なフローが、読まれていたんですが、今のところも全然そんな雰囲気もないんですね。確かにこうビットコインの時価総額に比べてステーブルコインたちのですね時価総額は大きいので、いつでも買っていけるよっていうことは指し示されているものの、2021年に入ってからはそういった傾向はあまり見られていないということなんですね。しかもここの時価総額が下がってステーブルコインが上がったってことは、おそらくですけれどもビットコインたちを売ってステーブルコインにお金をまあ逃がしたと、そういう風な投資家ってめちゃめちゃ多いと思うんですね。なのでみんなステーブルコインを買っているっていう状況よりは、もう相対的にステーブルコインの時価総額が上がってしまっていると、まあそれだけの話なのかなっていう風に個人的には思っています。とはいえみんなステーブルコインを持っていてビットコインが下がっていて、まあ、買える状況にある、いつでも買える状況にあるっていうことは間違いないので、これにプラスしてアメリカの経済だったりとか、テクニカル的に重要なポイントを抜けたりとかした場合は、確かにね上昇していく可能性はあるんじゃないかなっていうふうに、個人的には見ております。実際コインデスクの記事にも、まあ、この辺がそこじゃないかっていうふうな記事が出ていまして、今回のまあ暴落によって9900億円の記録的な損失をですねビットコインが出したということが、グラスノードのデータで明らかになっています。はい、それだけまあ大きなですね売り圧に見舞われたわけなんですが、グラスノードのアナリストはデータは市場の底を示しているっていうことをですね述べているんですね。まあこれ先週の話ですが、1万7000ドル台の安値になった時に利益を出しているのはビットコインの供給量のわずか 50% ぐらいだったそうなんですね。でこれまでの弱気相場では供給量の 40% から 50% ぐらいが利益を出している状況で、そこを打っていったっていうのがですね過去のトレンドになっているということなので、ここからですねやっぱりそことなって上昇していく可能性があるんじゃないかってことを述べています。まあたくさん悪いニュースが出て、まあ確かにこの辺がねそこじゃないかっていうふうに、徐々にですね投資家に見られている可能性はあるんですが、やはりここはアメリカの経済、それからテクニカルしっかり見ていかないといけない状況かなと思います。一応ステーブルコインが出てきたので、今日はステーブルコイン絡みのニュースをですねいくつか見ていきたいと思うんですが、海外のニュースですね、 USDD トロンの、ステーブルコインなんですけど、 USDD は1ドル未満で取引を続けていますということで、ペックがですねされていない状況、そういう風な状況に陥っているのがまだ続いているということなんですね。昨日ですねトロンダオリザーブがブロックチェーン業界全体と暗号資産を保護する目的で1000万ドルを担保資産に加えたということをですね発表したんですが、それでも全然戻っていないという感じですね。これがですね USDD のチャート、テザー建てなんですけれども、今ですね97セントということで、ずっと1ドルでね動いていかないといけないわけですが、かなりですねペックが外れているというふうな状況です。まあ一時よりは改善したものの、まだまだこう不安定な状況が続いているということが言われています。そんな中、まあテザーもですねいろいろ不安定な推移になっているわけですが、その中で USDC USD コインですね、これの時価総額は5月に40億ドル以上
急上昇したということでですね、でこの USDC めちゃめちゃこう信頼感が昔からされているわけなんですけども、なぜそんなに信頼されているかということで、こちらのマーケットアルファっていうですねサイトの情報を引用させていただくんですが、一応 USDC が信頼されている2つの要因、1つがゴールドマンサックスが後ろ盾にいるというバックにいるということですね。出資もしてもらっているしバックアップも受けているということが言われています。それから金融規制当局へ仮想通貨事業を申請しているということなんですね。サークル社とコインベース社はですね、ニューヨーク州金融サービス局からビットライセンスと呼ばれる仮想通貨事業をですね行うことを許可された免許を与えられているということですね。加えてサークル社はフィンセン金融犯罪監視網、これにですね登録されているということで、それから毎月大手会計事務所から監査を受けて監査結果も公開して、まあ透明性、高い透明性を公表していると、この辺がやっぱり USDC のですね信頼感につながっているということが言われています。なので今 USDC にねこう資金が集まっているわけなんですが、ね、これで USDC に何かあったら本当に怖いですよね。ここまで本当に何の噂もない USDC ですが、ガーシー法みたいなのが飛んでくると大きな、ね、ダメージになる可能性もあるので、しっかりね動向はチェックしていかないといけないかなと思っています。はい、じゃあ最後に板見ていきましょう。今の板がですね、かなり売り板が厚くなってきてますね。まあ今ですね、まあ、2万1000ドルを超えているわけですけれども、特に大きなのが2万2000ドル、ここがですね非常に注目のポイントになっているのは間違いないかなと思います。一方買い板に関してなんですが、まあ、2万500ぐらいまではある程度大きなですね買い手が入っているかなっていう風な状況ですね。いずれにしてもまあ、直近のところは拮抗しています。その前後でいくと2万2000と2万500、このあたりが注目のポイントになっているかなということですね。じゃあチャート分析見ていきたいと思います。はい、まずはビットコインの日足チャートですね。今のビットコインが21,250ドル、かなり上昇してきました。やっぱりね日足で見ても非常に重要なねラインを超えていったということで、ここの高値切り下げラインを抜けていきました。で5日移動平均線も明確に超えてサポートラインに変わりつつあるということで、まあ相当ですね今上昇の勢いが強くなってきてるかなっていう風な印象ですね。直近ではまあこの下髭もね何個か見られていたりとか、あとは直近でですね昨日のローソク足がコマ、要はピンバーと呼ばれる形になっていて、どちらかというと下髭がちょっと長いんですね。陰線ではあるんですけど、まあ、その状況から今ですね今日上昇しているということで、結構ねこれは強い指標ということが言えるんじゃないかなと思います。4時間足でちょっとね見ていきたいと思うんですが、4時間足で見た方がこの高値切り下げラインは顕著に引けますよね。その中でこの高値切り下げを抜けたところからさらに勢いを増しています。今のところ20目、50目を超えていますので、まあ、昨日もお伝えした通り短期的にはちょっと上昇しやすい傾向にあるのかなというところですね。上昇するのであれば上22,500のところがこのボックスの上限値なんですが、さっき言ったように、まあ、一応その切り板として22,000ドル付近が売り圧が高くなっているわけですが、まあまあ、そのあたりまではですね上昇していく可能性が今ね出ているんじゃないかなと思います。ただし日足で見ていた時にめちゃくちゃ暴落した後の上昇なので、まあ、一時的にこう反発したとしても、その次の展開っていうのはまた売られる可能性は十分考えないといけないかなと思います。まあ、確かにこの下落局面で大きなね出来高も上がってますので、ちょっと短期的にはね上昇しやすい傾向で捉えていくべきかなというふうに思っています。はい、でイーサに関しても同じくですね、はい、直近で大きな出来高で、まあ、なんとかこう下げを止めて5日移動平均線を超えてというふうな状況で、まあ、ほぼビットコインと同じような推移の中で動いているかなということですね。4時間足レベルで見ると20、50超えました。なのでこのままいくと、まあ、1250付近のこの高値ぐらいですね、ここまでは十分狙っていって、それ抜けれるんであれば1400ぐらいまで回復する可能性は十分あるんじゃないかなと思います。1400って言っても、まあ、このあたりですよね。だから、まあ、20目にタッチした時にどうなるか、まあ、これがね、直近非常に大事になってくるポイントになるんじゃないかなと思います。今、RSI もねマイナス域でこうゴールデンクロスを形成したりとか、あと RSI 的にもですねこの底を打っていわゆる反転水準まで下がってからの上昇が見られていますので、ちょっとね今のところ、まあ、少しこう信頼感がね取り戻されているような状況かなというふうに見ています。その中で昨日もお伝えしましたテンセット、これがですね重要なポイントを超えたということで、今日もねまた一段と上昇しているわけなんですけれども、まあ日足で見ていくとこんな感じボックス相場意識されますので、おそらくもうこのあたり 3.4 ドルぐらいまでは上昇するんじゃないかなというふうに見ております。4時間足で見てもこんな感じ、非常に強い勢いがですね増していますよね。4時間足レベルで全ての移動平均線を超えて、この高値切り下げも超えたので、これは結構僕は大きいかなと思っています。はい、移動平均線もゴールデンクロス形成していますので、やっぱりこのあたりまではこう押し上げ
上げていく力がですね継続するんじゃないかなというふうに見ております。 BAT に関しても同じですね。 BAT も本当に強いです。でこの移動平均線のサポートを受けてまた今日も一段とですね上昇、まあ、10% 以上ですね上昇しているということで、こちらも出来高もちゃんと上がってるっていうところは一つ評価できるポイントですよね。その中で、まあ、昨日も言っていました41時線とかそのあたり、そのあたりまでは上昇するでしょうということを言っていたんですが、今40セントなので、まあ、今のところ予想通りなんですけれども、この42セントこれがすごく明確な抵抗ラインになっています。ただね、今の移動平均線とのこの位置関係見るとこれも抜けていくかもしれませんね。ちょっと4時間足じゃなくて日足で見ていくと、まあ、日足で見てもここめちゃめちゃ意識されてるなっていうところはよくわかると思うんですよね。でその上の意識ラインっていうと、まあ、この42セントから50セント付近って過去ねこの辺りで何回も何回もサポートされている実績があるので、まあ、この辺り一体として、抵抗体に変わってくる可能性は十分あるかなと思っています。はい、ただ一方短期的なところはもう少しね上昇していってもおかしくないかなっていうふうに思っています。でこの GMT 久しぶりに見るんですが、 GMT もね超重要なここの81セント付近のラインをですね今超えようとしています。これ日足の移動平均線も被ってますし、まあ、直近でこうできている高値切り下げ、これもねちょうど被るかどうかっていうふうなところですので、これ抜ければ一時的に1ドルを回復していくような上昇につながる可能性も僕はですねあるんじゃないかなと思っています。はい、日足4時間足で見ても結構ねサポート体が強くなるような位置関係ですね、 MA との位置関係になっていますし、まあ、この 200MA とか超えていけばですね一段と、まあ、この辺りとかですね 1.6 ドルとか、まあ、そこまでいくかどうか分かんないですけど、まあ、一時的にね反発する局面になる可能性はあるのかなというふうに見ています。チェーンリンクもまあ同じくさっきのですね BAT とかよく似てますが、この 7.8 ドルのこの水平線、まあ、めちゃめちゃ重要なわけですね。で直近では僕が言っていましたね、これ上がって下がって上がったチャートっていうのは移動平均線に抵抗されてもう一回下がるっていうことをお伝えしていましたよね。でここでもう一回下がるかどうかっていうところだったんですが、ダブルボトム形成してネックラインを抜けようとしてるんですね。なのでこれで完全にこうダブルボトムが意識されて、このネックラインだけをですね抜けていけば一気にですねこの高値ぐらいまで、また9ドル10ドルぐらいまで上昇する勢いが戻ってくる可能性はあるのかなというふうに思っています。はい、最後ソラナに関しても移動平均線全部抜けました。なのでこのまま行くと、そうですね45ドルとかこのあたりの抵抗帯までですね、上っていく可能性っていうのは出てきたんじゃないかなと思います。はい、日足で見てもこんな感じなので、このあたり、まあ、50MA とかありますけれども45ドル付近までの上昇は見込めるかなというところですね。で、まあ、本当にそれもこれも全部このナスダック次第、アメリカの株式市場次第というところなんですが、この1万1000のところで綺麗にサポートされている状況なんですね。なので今日株式市場オープンしますが、これがちゃんと反発できれば、一時的にですねこのあたりのサポートライン、なので1万2000とか1万3000付近のここの、サポート帯、まあ、レジサポ転換起きた場面のところですけれども、この辺までは上昇していく可能性あるんじゃないかなというふうに見ています。これ抜けたらマジでやばいんですけど、ここもしっかり合わせてね、見ていかないといけないと。今のところはちょっとね上昇の勢いが強まってきている状況かなというふうに思っています。はい、ということで今日はですね、7通貨ぐらい見ていったわけですけれども、あくまで短期的な目線の話を、しています。短期的には少し今強気ムードになっているのは、市場のこのテクニカルとか見ても明らかな状況かなっていうところですね。ただし日足とかのトレンドで見ると明らかに超下落トレンドの一旦の反発ということで、これが本当に長期的なトレンドの中の底打ちになるかどうかっていうのは判断はまだまだ僕は早いかなというふうに思っています。このナスダックね、さっきのチャートも見ましたけど1万1000を抜ければ大暴落につながる可能性あるので、警戒感は強めつつ短期的な目線は少し上になっていると、まあそういうふうな捉え方をですねしていただければいいんじゃないかなというふうに個人的には思っています。はい、ということで、今日の動画ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。We'll be right back.